走った勢いでドンってやったらそれで折れて、えもう出られへんくなって、すなわち乾杯乾杯乾杯ハマってますね。すごいよな、180多分一番安いんじゃん。180は一番安いかもしれない。やっぱ魚も何倍だったかな。190わからんな。まあ、ひょっとしたら地域最安値かもしれない。行ってみよう。行きましょう。売れてる数、出る数じゃん。知ってみましょう。ほんまにシンプルにお酒生ビールだけなんや。ねえ。だからもうドリンクとかじゃないんや。ほんまや。生ビールとか言う。肉魚。魚やろ、ここは。でもいいけどな。三倍は食定食やな、これ。ここ行く？うん、そうするわ。三倍は食定食。うん、ご飯半盛りで。あ、あんねん、そんなん。そう、ご飯。ビールなんで？それでビールと。え、高級ネギと90円なんで。うまい。すげえ。あ、ええわ、それで。まあ、ほっきりしようかな。でかいかな。半分やで、多分それ。半分って書いてある。いいね。よし、到着。到着。ただ食べに。はい、乾杯で。乾杯エピソードの方ね。乾杯エピソード。乾杯、乾杯というところまですら行けてないんちゃうかというので言うとな、もう小学校の頃な、うん、少年野球で。次6年になって、自分らの代やろ、うん、でさあ、俺らの代やってなって、もうレギュラーとかも、もうそこまで俺らの代に上がりきるまではさ、下の上手い子とかも出てるわけやん。でもなんかもう監督も、もうじゃあお前らの代でやったるわみたいな感じになって、うん、もう普通にレギュラーもバンバン俺らの代が出るぞってなるときに、あの友達がパンチ、わかる、これあ、はいはいはい、やるやん、小学校の頃やってて、階段の上から見えて、うん、やってると思って、ダーッダーッそのまま走ってって、俺もやらしてって、そのまま走って勢いでドンってやったら、それで折れて、えもう出られへんくなって、すなわち、乾杯乾杯乾杯負けた乾杯やな。戦うことすらできへんかったけど、戦ってもないよ。薄口醤油思ったより薄いよ。うん、でなんか味めっちゃしかしん。新幹線こんな、これは何、イワシ、イワシ中だからですね。イワシって何や、海に住んだよ。どこに住んだよ。イワシは海ちゃう、海に住んだよ。そしたら近い、海からやってきた。自由席だ。うわぁ、すごい。僕、骨も食うやつやん。あ、いける、頭からいけるやつや。うん、うわ、なんか体にはやるな。たこ焼って食うのほんま難しいから、すごいな、ほんまに日本のビールってご飯と一緒に食べるように作られてるって、ほんまやな、これ食中酒なぁ、その感じあるな。まあ俺は最近やっぱずっと食い麦やわ。ナイフ？そう。の BB 食い麦。食い麦カロリー 70% オフっていう。
緑のグリムギと黄色いムクイムギ、どうせ緑やろ、その体に言う方、うん、そう2つのグリムギが98円ぐらい、うん、ほんまに何分4分間で130円とかちゃう、あれは一体何なんよ、白いご飯がさっきなんかご飯おかわりしてる人おったの、半盛りにしておかわりしようかな。なんでそんなそう結局同じことになるじゃん、それご飯半盛りおかわりしていいですか、ご飯なんかないんかな。確かにこの白ご飯うまいの、うまい、あの固めなんがうまい、半盛りにしたのにおかわりしてしまった。あいつ何なんて厨房でやってるよ、うん、多いなって今思ったもんな、頼んで弱んね、ミスでご飯半盛りとでこのネギトロ90円、極上ネギトロ、でもいいなそれ、ご飯にボン、そう入れんね、うわいいでしょこれ、これはいいな、ネギトロどう、いや確かにここはちょっとご飯うまいな、白いご飯、うん、ね、ちょっとこの薄口醤油をピチッとかけて、ほら、あこれ何、濃い口醤油が俺らのさっきなかったの、なかったんや濃い口醤油なかったやん、さっきなかったんや、だからやここは薄口でいってんのかなと思ってな、うん、あこんなん、うわうまい、うわ美味しそう、おかわりしてしまった俺のしたこと、せっかくダイエットしていい結果を残してんのに、最近うわ切らないねこれ、うめえハマってますね、カイジですか、チカローで食べてるんですか、それこれはうまい、うん、いいですな、これ単品でいけるな、ほんまに、この食い方ええな、ネギトロ丼がすぐできるっていう、90円な、極上ネギトロが特選、いやほんまにうまい、これやばいわ、すごいなこの店は、すごいよこれ、ネギトロのやつこれやばいよ、うまい、いけちゃったな、どういうとかで余裕ネギ、やっぱりおすすめはやっぱ半盛りにいやもう普通位置でええやん、半盛りにで普通位置でいいよ、すごいけど、お、ごちそうさまでした、ごちそうさま、完璧やない、ね。